部落の話題ということで、本チャンネルでは啓発になるような過去の部落に関する話題を取り上げるんですけども、今回取り上げるのは部落解放同盟大阪府連合会日の出支部のセクハラ事件。これね、知ってる人は知ってると思います。起こったのが2004年で、実はこれを明るみにしたのが朝日新聞なんですね。解放同盟幹部がセクハラというような記事が載ったんです。で、当時のことを覚えてるんですけどね、当時は2チャンネルなんかでもね、いろいろ議論されたんですよ。もう当時はインターネット普及してたんで。で、もうね、それはもうボロクソに言われてましたね。で、それから何年が経って、2008年にまた週刊金曜日がですね、その時のことを蒸し返して、いや、あの時ちゃんとね、処分してないと。ということで、被害に遭った女性の方がね、解放同盟と交渉してるっていうようなことが記事として載ったっていうことがあったわけです。で、なんかね、よく誤解されるんだけども、まあ、週刊金曜日って言うともうリベラルの権利みたいな感じがするんですけども、解放同盟イコールリベラルってわけじゃないんで、こういうね、解放同盟に批判的な記事も載せてたんですよ。で、特に当時はね、2005年に飛鳥会事件があって、で、もういろんなところで同和行政とかね、解放運動の不祥事がブワーッと出てきて、で、まあ、それに対してね、あれこれ言うっていうことがね、できた時代なんですね、当時っていうのは。で、この事件なんですけどね、起きたのが2004年10月。新大阪人権協会の女性職員。これね、週刊金曜日で A さんってなってるけど、確かね、これ水谷キャロラインさんだってね。まあ、これ当時も名前明るみになってたと思いますね。で、まあ、その人も、まあ、いろいろ人権活動をしてる人なんですよ。部落に限らずね。で、その人が、部落解放同盟日の出支部の宴会に参加したと。そこで、当時のね、前支部長が、水谷さんのヌード写真を撮って売り出そうと。で、日の出支部の資金を稼ぐためやとか言ってね、そういうもう悪質な冗談を言ってですね、お前もう三十路前か。三十路前の女なんか何されても喜ばなあかんで、今日はあんたの自尊心をボロボロに傷つけたろうと思ったんやっていうふうに発言したんですね。この発言すごいでしょ？当時も2チャンネル話題になってました。いや、さすがね、人の自尊心をボロボロにすることを生業としている団体の幹部は言うことが違うみたいなね、そういう皮肉めいたことを言われてたのを覚えてます。で、それで、さらにはね、当時の支部長がですね、その年やったらもう売り物にならんなと。30の女のヌードなんて売れんやろ。せいぜい24、5歳までやっていうような風に言ったと。で、それで、まあ、さすがにね、これひどいっていうことで、まあ、もちろん水谷さんも抗議するわけです。で、それで、まあ、当時ね、その場にいた解放同盟を支部の幹部、謝罪して、で、まあ、一応支部としていろいろとね、まあ、取り組みはしたそうなんですよ。ところが、結局ですね、この支部長っていうのは処分されずに、自分でね、まあ自主退職か、自分で役職を置いたような形になったんですね。で、それでなんかうやむやにされかけたんで、これはおかしいっていうことで、また2008年にこの問題にされたわけです。で、当時のね、赤井書記長がインタビューに答えてます。今の委員長ですね。で、赤井委員長によれば、府連としては当時の支部長の退職届を受理したことで責任を果たしたっていうことで、まあそれでなんとなくうやむやにしようみたいな形になって、それで納得いかないということで、水谷さんがまたずっとね、抗議してますっていうような話だったんですね。で、これね、やっぱり当時はね、やっぱすごい、まあものすごい悪質なんですよね。まあね、平成初期とか昭和の終わり頃とか、まあこの手のね、セクハラっていうのは結構やりたい放題な時代だったんで、だけども、それにしてもこれなんか言ってることは、いくら当時でも、これ相当ひどいっていうことで、やっぱりね、2チャンネル話題になってましたね。で、しかもよりによってね、部落解放運動団体の幹部はこれをやるっていうことになると、もう示しがつかないじゃないかと。でもね、なんかもう、こういうのね、やっぱり、なるべくしてなったっていうところがあるんですよ。結局、解放運動団体って言ってもね、言っちゃ悪いけど、柄の悪いおっちゃんの集まりですよ、当時は特に。ほんと文字通りヤクザも入り込んでましたからね、いっぱい。だからもう、まあ今はね、もう同和行政も完全に終わって、相当そういう柄の悪い人は出ちゃったけども、もう当時はもう、まあこんなことありそうだなっていうふうに思います。で、部落担保でね、日の出、
支部行ったん、日の出地区行ったんだけども、まあそこのコメント欄にもついてますよね。なんか、その当時なんかもうセクハラなんか日常判事で、なんか高校生とかね、中学生にも手を出すのがいたとか言ってね、まあそういうことが書いてあるんですけども、まあ多分、セクハラってこれだけじゃなかったと思いますよ。まあこういうノリだったんでしょうなっていうふうに思います。ということでね、まあ、これ、まあ、なんともないような、今となってはね、なんか、はこういうことがあったのか、そうかぐらいの話なんだけども、まあ、当時はね、相当これは、相当大きな話題になったっていうのを覚えてます。ということで、今回はね、ブラック解放同盟、大阪府連の日の出支部のセクハラ事件というのについて、お話ししました。